はい、アベンです。今日はですね、実は私がよく聞いている BSS、森谷香菜の吐き出しないという中で紹介されました、こちらガーラさんというね、パン屋さん、こちらはね、山陰の方の米子が本社なんですけれども、全国にね、支店も出しているお店で取り寄せもできるそうなんですけど、そちらのパンが当たりましたのでね、これをちょっと食べていこうと思います。味はね、プレーンなもの食べてみたいなって書いたらね、本当にドプレーンのものが来ましてね、とても美味しそうなので、この後食べていってみようと思っております。はい、ではいただいていこうと思います。ちょっとね、専用のパンを切るためのナイフがないので、ちょっと断面がね、雑なんですけどね、食べていこうと思います。おお、うまっ。パンの小麦の味、あと襖の味っていうのかな、あれはしっかりしてますね。あ、これはね、一応カスピ海ヨーグルトですね。20年近く培養してるやつです。こんな感じですね、近くで見ると。部分部分全粒粉なんでしょうね、だからその香りがね、またいいですよ。これはポルミートのハイチーズってチーズが入ってるやつですね。これも付け合わせで食べていきます。あ、これやっぱりパンに合うね。こんな感じでダメになってます。パンの生地やっぱりかなりしっかりしてますね。だから口の中に入れると溶けちゃうようなものが結構市販のパンだとありますけどね、すごいパワーがあります。耳の部分がまたパワーある味です。うまっ。しっとり感もちょうどいいかな。で、食べて。噛み締めるほどに旨味が出てくる感じかな。トーストしたのがあるのでね、この後ちょっと食べようと思います。で、こちらちょっとね、軽めにトーストしたものですね。あんまり焦げ目がちゃんとついてないけどね、結構耳の部分パリッとしてます。おう、やっぱり襖の部分がしっかりしてるから、トースト風味、パリパリ感、サクサク感、普通の食パンより強くなりますね。香りがあって美味しい。
普通の生の食パンでも美味しいけど、トーストするとまた味わいが変わってね、うん、美味しい。トーストした方がね、どちらかというとおすすめかと思います。うん、ガラさんね、いいパンを使って作ってますね。一応こんな感じでパンフレットはあります。いろいろね、商品の方でやっぱり生小麦、ふすまとか書いてますね。この辺がやっぱこだわりなんでしょうね。食べててやっぱりその辺がね、全然違うなっていう気がしますもんね。で、もちもちの食感で豆腐を使ったり、米麹で甘さを使ったりするんだ。あと生地の写真こんな感じで、ね、紹介されてますけどもね。うん、そうそうそう、香りが立つ焼き上がりって書いてますけど、本当にその通り、とてもね、美味しいパンですね。まあね、こういったパンも、アサインが本社ですけどね、全国に出回ってるようなのでね、興味がある方はぜひ買ってみてください。今ね、コロナで出歩けませんけどね、お家で美味しいパンが食べてね、うん、楽しく過ごすことができるんじゃないかと思います。以上でした。ご視聴ありがとうございました。はい、ちょっとね、最後のデステープです。いい感じで最後の厚切りのやつが焼けたのでね、こちらもちょっとね、お見せしていきます。で、あとね、説明忘れてましたけど、こちらガーラさんもね、こっちも書いてあるんですけれども、卵や乳製品は使わずにもっちりしっとりとしたパンを作りたいっていうことでね、作られてるので、そういうね、ものがない健康食品だよっていうことになります。で、あとしょっぱく結構塩とかね、砂糖入れるんですけど、そういうのをこういうね、米麹とかの甘さだとかね、そういうものだとかで補ってるとか、そういう特徴があるのでね、それをちょっと紹介しておいた方が良かったかなと思ったので、ワンテイク撮ってます。おう、ちなみにこの中パンの上にうまっ、トーストした方がおすすめですね。で、パンの方もパワーがあるからね、こういうチーズインナーもしっかり受け止めます。美味しいです。おすすめです。今度と本当に最後です。ご視聴ありがとうございました。